さあ流れてきてるナンバーはニャン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 ララ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 ラ愛い僕の黒猫赤いリボンがよく似合うよだけど時々爪を出して僕の心を悩ませるこんな歌も流行った時期がありました。この歌を知ってる人はなかなかのお兄さんお姉さんかもしれませんけれども、まあ楽しく今日もスンテレ4週目は音楽特集ね、楽しくねお届けしてまいりたいと思います。さあでは、今日も、素敵なピアニスト紹介いたしましょう、ジャズピアニスト静岡で活動するジャズピアニストです大関俊夫さんです。こんにちはありがとうございます。さあ、まあこうオープニングにね今日1曲、大関さんに、1曲お届けしていただくといいのかなと思うんですけれども今日はどんな曲を、紹介してくださいますか。オーバーザレインボー。オーバーザレインボーっていう皆さんねよく、耳なじみのナンバーだと思うんですけれども虹の彼方にというね、放題がついています、ね、これはもともと映画かなオズの魔法使いミュージカル映画ね、うん、ねえあのご覧になった方もたくさんいらっしゃると思いますけれどもジュディ・ガーランドというね人が歌って、大変ヒットしたナンバーですけれども、うん、なんか一番大事なものは結局はすぐそばにあったよっていうねそんなお話でしたね。では、大関さんの演奏でお届けしてまいりましょう。オーバーザ・レインボー。Thank you.
オーバーザレインボー、虹の彼方に、うん、なんか虹の向こうには、きっと素敵なことが、素敵な約束が待っているよ、ね、ちっちゃな小鳥が、ね、飛んでいけるんだから、私にも飛んでいけないはずはないわよってなんかね、そんな曲でございます。どうもありがとうございます。